そんな数字が来たらしいです。どっちでもいいよ、泣いてても泣いてなくてもね、どっちでもいいよね。泣きよう、いや入れないっすね俺部屋に。俺入っちゃうと飯食いたくなるから、ダイエットしないといけないのに。食べてしまえよファミリー飯を。お前が食べるよ、ね、食べてしまえよって。食べないのリバウンドするよ。いや食べない、食べたら太るんで。食べたら太るんで食わないっす。味噌汁飲むの温まるし、食べないダイエットって結局太るよ。いやいやいや、どっちでも食う流れにしたらまあダイエットしてんじゃなかったが、食べないんだったらまあダイエットい、あの結局太るって、まあ、どっちすりゃいいんだよ。前リバウンドしやすい、いやまあまあ一回経験してます、それも。魅力なんかなくてもいいです、健康面が大事なので。働いたら働くなって言ったり、働いてないなら働けって言ったり、配信で稼いだらこじきって言われたり、配信で稼げなくなったら働けって言われたり、どっちやねんマジで。結局は摂取カロリーは軽いです。まあそうだね。一切食べないんじゃなくて少量細々、細々食べるのが一番いい。まあまあそうなんですけど、まあ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 いいっす別に。味噌汁ダイエット。3日で飽きたけど、考えろって、働いたら疲れるべや。どういうこと、すいません、それはどういうことですか。米食えよ。毎日ダメにして野菜食え。いや野菜食ってますよ、はい、野菜を。ジンギスカンは太らない。そうなの。味噌汁飽きたんか。いや味噌汁食べたいよ正直正直めっちゃ食いたいです、はい。いや今宇野が我慢してて佐野はもう食いたい食いたいってなってんだけど、まあ、まだちょっと宇野の方が優先なんで、だから今食べないようにしてるんですよ、我慢してるんですよ。お前そんな痩せたいの？痩せたいっすね、健康面の意味で。本音はめっちゃ食いて、うん、こんなところで焼肉なんかされたらバーンってやっちゃうよね、うん、
痩せてどうすんの、うるせえお前、ダイエットするやつに痩せてどうすんの聞いてみろよ。じゃあダイエットしてる連中に聞けよお前、ダイエットしてる連中にみんなのとこ行って痩せてどうすんのって。ダイエット何、ね、ダイエット痩せることでしょ。痩せた方がでも今よりもね、やっぱりその階段上がっただけでゼーゼーするよりはマシだよね。痩せないと階段1階から2階に階段上がるだけでもゼーゼーするのに。いやいや太ると、自信だと。なんで外国人グラマーの日本人自信、え待って、どこが自信なの。知らん私今。いやお前がそれから俺なんかこの家も地震が起きてる感じになるじゃん。え地震だ今。地震だよ。今私ちょっと待って。やばい東京。マジ？地震どこ？千葉？千葉？だから揺れてないって。いやこんなに地震地震って言って地震じゃないってどういうこと。それはないだろさすがに。いや大したことあるでしょ。分からんけども、そんなに地震やばい。地震ごとき興奮するなや。やばお前、地震ごときとか。地震ごときっていう発言はねやめたがいいよ。地震ごときは地震で亡くなる方もいるんやから、ね、興奮する系なくなるんよ。いや興奮する系とかそういう問題じゃないと思うけどね。このケンチってやつはうぜえ、こいつ何マジ。何やねんこいつ。ああこいつうざいな。いやこいつうぜえんだよなマジで。うぜえくせに星2つつけてやがれ。しかもなんか怒ると思うとずっと嫁嫁とか言ってるし、おもんねえんだから、お前おもんねえからお前、嫁ってずっと嫁って言ってんだよあいつだけ。気持ち悪いんだよ嫁嫁呼ばわりするとか。なんで嫁なんだよお前の中で。お前あれが嫁なんかお前。じゃあお前平家ちゃんなんだよお前。誰の親父なんだよ。
震源地は茨城県耳が来ました。知らんわよそんなもん。で性質側室も知らねえのかよって、そんなもん家の中で考えるやついねえだろお前。マスター私も彼女欲しいっす。いやいやいや別にできるだろ、まあ、ときめきメモリアル好きなんだからときめきメモリアルやっとけよ、彼女を作っとけよお前ときメモで。ときメモでね、あの生田絵梨花に似たやつ探しとけってマジ。二次元の世界で。生田絵梨花。マジで。生田絵梨花って誰や、なんだっけあれ、なんとかオナニー坂46みたいな、ちょっとわかんないっす、名前知らないっす。あ晴れてた。オナニー坂46。どの記述を盛り込んだ経済や税収への影響など専門的な観点も含めまして、各党の税制調査会長官でさらに議論を深めていただきたい。同性婚の実現は、うるせえなこれ、命の問題です。婚姻できないことによって政府といたしましては、国民各層のご意見、国会におけるご議論の状況、同性婚に関する訴訟の状況について注視していく。音でかすぎんだよ。国会では、新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算。うわ、うまそう。うまそすぎるだろ。ちょっとうるさいんだって。だったら消してもいいよね。で声聞こえんだったら弱く言わん。画面で見ればいいじゃんそんなもん。だったら最初から別に見なんでいいよ。お父さん、ご飯食べる？食べるわ、ね、白いご飯、どれくらい？どれくらい？お父さん、いつもこれもご飯が食いたいけども、無理なダイエットしてから体力、あ俺落ちないですね、運動してるんで。
いいかい。食べようや。食べていい。いや、体力が変わるわ。はい、すげえゾンビじゃん。いや、ご飯食いたいけど、マジで。でもダイエットせんといけないんじゃないの。ご飯食べればいいがね。太るんじゃないの。だってほとんど野菜なんだろ。肉あるよ。肉は、あの、茹でてある。いや、茹でてやるってよくわからんけど。マジで。茹でてあるけん、それ味がつけてない。まあ、ポン酢とかいろいろか、まあ、なんかかけてたり。ご飯少なめにすれば OK。 いやー、いやー、きつっ。ちょっと待ってよ、牛乳飲むわ。牛乳受け取るんだって。ご飯食べればいいな。牛乳や乳脂肪があってみんないっぱい飲んだらダメな。お茶代わりに飲んでて。ダメだな。でも食べ物食べやんとイライラするな。タン君大変だな。外食がダメなんだって。ああ、やべえ。マジでこれは多分カロリー 高カロリーの食べ物だわ全部。どれが？いや、すべてだろお前。これ肉、サラダ、汁。そんな高カロリーじゃないけど。無理だね。じゃあできたらどうする？1000から1500カロリー。それ茹でてあるよ、その肉。茹でてある。いや、爆食はしてないです、マジで。それはもうマジでしてないです。油分が出てるんだって、水の中に。茹でてあるもん。茹でてる。あーあー、やっべやっべ、腹減るこれ。いやだから、先に野菜食べるんだって。いけんなの、味で。野菜食べてから、なんか他のもの食べたらあかんやろ。大丈夫？とかやろ。何食べたかしないけど、外食は一番太るんだっけ。外食なんかしてないよ。なんとか丼とかラーメンとかそういうのが。食べて運動すれば。いつも運動してます。代わりに食べたい。食べる。なんで体重税って。
食べたらキックだね。ほうれん草は尿酸が上がるのでダメ。はあ、ほうれん草って体にすごくいいんだよとか言われてるもんな。はあ、ご飯は炭水化物が多いからダメ。味噌汁はさつまいもがたくさん入ってるからダメ。ダメ、違うよ。そういう栄養分取らんだったら余計体がダメになるんだって。それで何も食べられないんだったらもう本当にもうぶっ倒れるぐらい細くなるかもしれない。だって言ったけど、病院ね、入院して全く動かんでもそんなちゃんと栄養士さんが考えて3食朝昼晩病院入所しても食べとらんのに。お父さんなんか入院したら必ず痩せるんかに。ちょっと食べてねえけど。病院食がいいっておっしゃって。でも、まあ、退院したらまた戻るんだけど。いや、間食なんかしてないしね、全く。だってそもそも外食はダメだよ。外食は絶対美味しいけど太るんだよね。まあ、物にもよるけど、まあ、太るわね。私は毎日、ささみと野菜で1年で14キロ痩せました。あ、それささみが入ってるよ、そのサラダに。分からん、なんかもう皆さんの痩せ方が違うから、参考ならんな。はい、行こう。